今日は高速道路で行われている実証実験についてお伝えしましたけれども、パークケースビアプリでは皆さんに最近車で遠出をしたか聞いてみました、はい、すると3分の1の人が遠出したと答えています、うん、意外に少ない気もしますね。そうですね。どこに行ったのか聞いてみますと、コロナ禍は自粛気味でしたが、最近では高速を使って四国内をドライブしていますですとか、はい、先月キャンピングカーで大阪に行った。いいですね、キャンピングカー、ね、楽しそうですね、はい、年末子供を迎えに東京まで、などの意見がありました。東京かなり、ね、遠いですね。遠そうですね、はい、どれぐらいかかるんでしょうね。8時間9時間、そうです、ねはいね、まあ、最近こう年末年始こう車で私走ったんですけど、はいはい、随分混雑したなと感じました、うん、そうですね、あのサービスエリアなんか結構混んでたので、ね、そうですよね、はい、なのであの、ね、事故が起きないように皆さん安全運転でお出かけしてください。